こんばんは。夕方のグールニュースのお時間です。石田水天で販売される東京グールのグッズ情報が公開されました。今回公開されたのは石田水作品の大規模展覧会、石田水天で販売される予定のグッズの一部、東京グールのグッズ情報です。では順番に紹介していきましょう。養生テープ、全24種の東京グールコースター3、こちらはシリーズ第3弾ですね。ボックス販売もされるようです。アクリルアート金木健、アクリルアート霧島透華、バンダナ、モバイルバッテリー、全20種の各場面ジオラマコレクション、 PVC パスケース金木健、 PVC パスケース霧島透華、 PVC パスケース鈴谷十三、東京グール1巻リメイク複製原画、東京グール7巻複製原画、東京グール RE クインクス複製原画、東京グール RE ザッキ RE 複製原画、以上となります。そしてグッズ情報の一番下には&モアの表記、おそらく後日ジャックジャンヌのグッズ情報が公開されると思われます。この報道を受け、 YouTube で東京グールに詳しい動画投稿者のエネム氏は、複製原画は何としてでも全部欲しい、12万で揃えられるから実質無料なのではとコメントしています。エネム氏によると、石田水天のグッズ情報ページには商品の下にそれぞれ赤字で販売前と表記があることから、オンライン販売もされるのではないかとのことです。彼は一次抽選と二次抽選両方落選して本当に落ち込んでいましたからね。グッズだけはなんとか手に入れてほしいものです。では今回のグールニュースは以上です。